はいどうもルリタマです。というわけで今回はエクバフェスというわけでよろしくお願いいたします。今回エクバフェスっていうことでキュリオスとアリオスとおまけでハルートを乗ってきました。まあ何をしたいかっていうと、まあ俺はキュリオスを最初の方に乗って思いました。このバカみたいなミサイル当たらねえなとこのミサイルどうなったら当たるんだろうな、どういう風に当てるんだろうな、僕はわかりませんでした。でも皆さんこのエクバフェス見て思いませんでしたか？1億万人のキュリオスファンたち、思いませんでした。思いましたよね。こんなバカみたいなミサイルいっぱい撃てたらきっと当たるんだろうなって、俺はその夢を叶えてきました。というわけでエクアフェスでキュリオスとキュリオスアリオスを乗ってきました。結果としては面白いだけでしたもう行っちゃったけどもう行っちゃったんだけど、おもろいだけでした。これ覚醒たまるまでマジで茶番も茶番なんで、覚醒たまるまでは話すことないんだよな。まあ久々にね、おおこれミサイル当たってる、最高。これ久々にね、キュリオスになったけど、こいつバカ弱え。本当に。ほら、見て！あのミサイルけど見た？マジ当たりそうなの当たんねえの。なんだ？ゴム体すぎるだろ、こいつ。このゴム体を俺は晴らしに来た。S 覚醒で。S 覚醒無限ループ。そう、こいつはね、なんと、S 覚醒、適正です。どう？このね、エクアフェスにおいて、S か、なんかやっぱ覚醒の適正があるじゃん。みんなやれ、デスティニーで無限残像だの。みんなやれ、バリアントで無限強化だの。そうじゃねえだろと。見てください、この。CS から特殊、特殊、特殊、特化系？はい、サブ、メインで降りて、はい、CS。これね、なんとね、隙があるように見えて、この変形サブ、誘導切りがあるんで、安全に行けると。で、その後すぐ CS が溜まるから、すぐにその後のミサイルが負けると。もう見てください、この、もうブライトさん、もう顔面蒼白な、蒼白な弾幕量。すごいでしょ、これ。なんと、今こんだけ巻いてるけど、一回も当たってない。こんなに巻いてるのに。一回も当たってない。これさ、途中で消えちゃうんだよな、このミサイル。ほら、見て、ほら、オーバーヒートでも、こうやってケアが効く。なんかこれ強いでしょ、これ。ほら、メインが当たって、ミサイルは当たらない。目の前で、目の前で降ってったぞ。さあ、前に詰めていけ。ミサイルばらまけ、ミサイルばらまけ。相手がね、ちょっと出しゃばってくると、このミサイル当たるんですよ、出しゃばると。ちゅうわけで、この、CS、特殊特殊特殊、サブ、CS、特殊特殊特殊、サブ、CS、特殊特殊特殊をループする、謎キュリオス。たぶん今ので1000発は撒いたな、ミサイルな。ああ。こんだけ撒きゃ、いつか当たる。ちゅうわけでダイジェスト。これ、S 角から始まった次の試合だな、これね。デスに追われるんだけど、これ。なんとね、このミサイルムーブ。誘導切ってるからなんとかなるんですよ、これ。そう、これね、変形機のさ、変形機やっぱ S 角楽しいなってみんな、エクバフェス始まった時思ったと思うんだけど、その、オーバーヒーペナルティがあるわけじゃん。動きすぎると、その、着地しなくちゃいけない。この変形サブのおかげで、なんとね、誘導切りをしながら着地できるっていう点でね、これもう一生負ける。ほら、当たってる。ほら、見た？何回巻いたこれ。何回巻いて一回当たったこれ。巻いてて巻いてって。で、ここからね、残像追われたらどうしようかなって思ってたんだよ、俺。で、キュリオスってさ、ああ、危ねえ、2残った。キュリオスって、ミサイル空撃ちすると、その、コンテナパージして爆風を起こすの。それを知ったかのように今、爆風を出して、ここから、あ、じゃあ4回連打していいんだって。1、2、3、4、爆風を起こせサブ。はい。1、2、3、4、爆風を起こせサブ。はい。1、2、3、4、爆風を起こせサブ。はい、これみんなこれ覚えて帰ってよ。これ、バカおもれえから。これね、指痛くなる。指痛くなるし、当たらない。見てくれ、これ。で、ブーストあるから、これ、やべえ、弾当たりそうだって思ったら、アドリブで。いや、落ちたアドリブでブーストとかもしっかり。で、これ、さっきの試合の後半、もう一回 S 覚醒が溜まって、はいはい、ミサイル巻いてって。あ、これ、そう。見てください、これ。ほら、フルグランサのミサイルをね、華麗に避けながらミサイルを巻ける。こりゃ、S ランク来ましたね、これ。エクアフェス適正です。ちなみに、バリアントの S 覚醒にマジで無慈悲に殺されました。マジ無慈悲でした。あぶねえ、メイテナントだって、逃げろ逃げろ。デスティニーの残像なんて怖くねえ。コンテナパージ当たるから、相手から来てくれるから勝手に当たる。そう、相手からこれね、対デスティニーちょっと強いの、これ。あぶねえ、相手圧に負けた、これミサイルの圧に。これね、来てくれる相手はミサイルなんか当たるから、これね、対デスティニーなんとかな。ほら、まあ、もらっちゃったけど。だけど、まだエスカが続く。これ、ほんまおもろいよな、これ。絵面が面白すぎる。逃げるだけだったらなんとかなるって思ったら、相方がとどめさせてくれて。これね、キュリオス、これ面白いから、ちょっと。エクアフェス固定もできるでしょ。これ固定でさ、友達にさ、ちょっと見つけたんだよね、つって。今のうちにエクアフェスがやってる間に、友人を犠牲にしてキュリオス乗ってみてください。バカ面白いっす。さて次、アリオスくん。アリオスくんね、まだ雑機体解説の方、機体解説の方で出してないんだけど、まあ、武装欄的にはそんなに変わってないのかなって思ったけど、黒部が、わかんないんだよね。黒部がわかんないから。なんかアシストダブルをついたんだね。特化がアシストダブルになって、特殊が GN アーチャー。
で下格闘が前のか昔の格闘チャージで、射撃チャージが急速変形になってます。射撃チャージが急速変形になっております。もう一度言います。射撃 CS が急速変形になっております。さっきキリオ戦何をしてましたか僕は。つまりそういうことです。はい。でこいつもとあの変形特格で誘導切りをしながらそのアーチャー、ジェルアーチャーと弾を撃つんですよ。つまりそういうことです。完成しました、オロチ式が。あー、ゲロビ当たってる。完成しました、ルリタマ式が。これね、これね、めちゃくちゃ面白いからね、誰かやってるかなと思ったんだよ。その、黒オバブフェス、オバブフェスじゃない、クロブフェス。クロブフェスでもね、エクバフェス。で、対面にね、キリオスとね、アリオス、一回も出てこなくて、みんな本当に楽し、みんな本当に心の底から楽しんでるのかなって、俺は疑問に思いました、エクバフェスを。本当に皆さん心の底から楽しめてますか？ちょっとこのムーブ楽しいけど、弱いよねって思ってませんか？ムーブを実現させたくないんですか？こういう時にしかできないんですよ、こういうこと。だからみんなもキリオスとアリオス乗ろう。バカみてえにおもれえから。バカみてえにおもれえし、指疲れて、弾当たんねえな、にへへって笑えるだけだから。マジおもれえ。S 覚醒溜まるまでちょっと虚無なんで、S 覚醒溜まるまでちょっと、雑談してきたかったけど、もうそろそろ溜まるな、これ。弾当てたら S 覚醒溜まるんで、来ますよ。アリオスのミサイルはね、キリオスと違ってちょっとやる気があるからね、ちょっと強いんだよ。ダブルを当たってエスカが溜まりました。エス覚醒吐きました。CS? 特殊特殊特殊、はい、特化系。はい、これです。このループ。はい、トントントン。ミサイル撃って。変形照射なんか撃っちゃって変形特化系。で、こいつね、マシンガじゃなくて普通のビームライフル撃つからね、これちょっと強いのよ。シェス？ミサミサミサ変形とか、ほら強い。ほら強い。今のキリオスだったら取れてないからね。はい、CS? ミサイルミサイル変形照射なんかも当てちゃって、はいはいはい、解除して。はい、CS。はいはいはい。はいはいはい。はい、CS。はいはい、ミサイルミサイル。はい、ミサイル。はい、変形解除。はいはい。はい、CS。はい、ミサイルミサイル。はい、特化系。はいはい。これね、リロード時間がマジで噛み合ってて。これね、ちょうどね、ミサイルミサイルやった後に、特化系溜まってんの。これ神マジで。これ超楽しい。トランザムしすぎて目が痛い。ほら、見て、フルグランサもなすすべもなく減ってるから。もうわけわからん弾当たりまくってっから、あれ。これ、ほら、ほら、ミサイル。あいつの、あっちのミサイルなんて関係ねえ。当たってるけど、落ちなかったら無限だ。落ちなかったら無限。この手と手の間にあるものが無限です。ミサイル、ほいほいほい。そう、これ相手から寄ってきて上取ろうもんだったらミサイルが絡め取ってくれると。行くぞ、フルグランサル行け。はい、シス、ミサイルミサイル。はい、特化系。はいはいはい。アーチャー、そう。これさ、急速変形解除さ、アリュー、なんか、自衛のアーチャーをさ、バカみたいに置き去りするからさ、どこから唐突に裏切りのさ、自衛のアーチャーが飛んできて強いの。これ、裏切りの自衛のアーチャー。これね、ミサイルが本体だと見せかけて、裏切りの自衛のアーチャーが本体だから。というわけで、ダイジェスト。相手がエピオンと、なんだ、フラマダブルゼータ。で、相方がルプス。で、相手方のルプスが一回落ちる関係。っていう状態。はい、もう一回ループ。はい、シス撃って。はい、ミサイル撃って、ミサイル撃って。エピオンなんか怖くね。ミサイルで絶対引っかかるから、あいつから来たら、おい、そう、これ誘導切りある。ね、誘導切りあるでしょ。格闘で寄られても、特格のタイミングさえ合えば、もう迎撃可能。で、相手が離れたらもうミサイル祭りよ。で、このミサイル祭り嫌がってきたらミサイル当たるわけよ。もう最強だろ、これ。オロチ式完成してるんだよね、完全に。で、こんだけ巻いてんのにね、マジで V角と機動力で追いつかなくて、ミサイルが当たらないんだよね、ダダダダダダー、面白い。面白い時は、すぐ儚く散るんだよね。夏の花火みたいだよ。こうなっちゃう、これ、エクアフェスのさ、いけないところさ、これさ、覚醒落ちはないんだけどさ、この後覚醒ないからさ、マジで虚無なんだよね。この後楽しくない。なんかさ、覚醒やってたらさ、ボーナス覚醒くれよ。負けちゃったし。負けちゃったし。で、キュリオスとアリオスやってて、ハルートもいけるだろっていうわけで、ハルートやったんだけど、ハルートね、ちょっとね、頑張ったんだよ。ハルートが一番頑張った。こいつ1500円溶かしたからね、俺の。俺の1500円溶かしたからだ、こいつ。これがループなんだけど、サブ、CS、特写、CS 今たまんなかったけど、で、これでループできるんだけど、こいつね、変形、急速変形解除あるにはあるんだけど、そうね、弱くて、なんかね、それを挟むんだったらこうね、無限ループした方が強いのかなって。で、こいつ、ハルートね、ミサイルが、そう、画面から消えないと次のミサイル撃てないのね。な、それがマジで欠損。マジでね、欠陥です、これが。これが欠陥。本当にこいつさ、アレリアか？こいつ嘘つきだろ。俺のエクバフェス楽しませてくれなかった。だハルートは首。ハルートは首だった。こいつ一応ミサイルの質良かったんだけどな。なんかね、ハルートだけね、相手の近距離によってミサイルを巻かないとループができないっていうところが弱すぎた。急速変形解除するべきだったんかな。でもさ、違うじゃんね。ミサミサミサ、変形解除、CS、ミサミサミサ、変形解除、ミサイルが楽しいわけじゃん。
そのキュリオスとアリオスって、ハルウとちょっとね、あれね、画面は派手なんだよね。スリーウェイ照射、変形サブ、ミサイルで CS 貯めて CS 変形サブミサイルっていうループを、トレモだったらできたので、トレモって敵動かないし、敵の近くでできるからミサイルがすぐ消えるんだよ。でも離れるわけじゃん。離れるとミサイルどっか行っちゃってさ、指いかれて、で何回も取り直した、ハルウと何回も1500円溶かした理由が、あいつミサイル連打するとコンテナパージしやがるの。コンテナパージするとマジで100円ドブリするからミサイル撃てなくなったハルウトに一体何が残るんだって思ったよ。でも逆にね、あれミサイルコンテナパージするとね、今度は永久的にね、特殊特殊特殊メインメイン特殊特殊特殊メインメインができるんだけど、バカ弱え。というわけで、よかったらね、エクアフェスまだ期間があると思うんで、よかったら楽しんでください。というわけで、よかったらチャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。